はい、どうも皆さんこんにちは。ゆうちゃか TV のゆうちゃかです。今回は今月発売のこちらのトピックを買ってきたので紹介していきたいと思います。こちらのトピックはホンダシビックタイプ R のノーマルと特別仕様となっております。ではまずは初回特別仕様の方から見てみましょう。初回特別仕様の方はこんな感じとなっていて、ボディカラーが黄色となっておりますね。黄色いトピックって結構珍しいですね。で、こちらに赤いブレーキダクトが書かれておりますね。それでは開けていきましょう。こちらの本体の方はブレーキダクトが赤くなっているのかなっていうのがちょっと気になるところですね。で、中身はこんな感じとなっております。それでは一周回してみていきましょう。ここのタイヤのあたりが赤い線と、赤い線で一周ぐるってなっておりますね。で、それは4輪、要は右左同じ感じとなっております。で、結構黄色いシビックって目立ちますね、結構。で、後ろの方はこんな感じとなっていて、こちらにリアスポイラーがあります。で、ここにシビックと書いてあって、こちらにタイプ R と書いてありますね。で、ホンダの赤いマークもあります。でも、こちらの左側の方の側面はまた後で細かく見てみましょう。で、これ上の方を見上げてみると、こんな感じでツートンカラーとなってるんですよね。ツートンカラーのトミカは結構珍しいですよね。それではフロントの方を見ていきましょう。フロントの方はこんな感じとなっていて、まず一目見てわかるのはこちらの電動止めということですね。で、あとこちらにミスバルの STI みたいな空気孔があります。で、こちらにホンダのタイプ R のマークがあって、で、ここの赤い線もかっこいいですね。で、こちらに空気取り口がありますね。それでは最後の方を見てみましょう。サイドの方はこんな感じとなっていて、右と左で変わったところは特にないですかね。で、あとここの黒いところだとか、その下の赤い線だとか、かっこよく再現されておりますね。で、こちらに急行があります。で、あとここの凹凸部分もすごい、はっきり再現されておりますね。では、後ろの方を見ていきましょう。後ろの方はこんな感じとなっていて、やはり先ほど言った通り、こちらにシビックと書いてあって、で、ホンダのマークがあり、タイプ R と書いてありますね。で、色もずれなく塗り分けられていて、すごくかっこいいです。で、ここのリアウィングは、メッツパーツとなっております。それでは次はこちらのホンダシビックタイプ R のノーマルの方を見ていきましょう。ノーマルの方はこんな感じとなっていて、色は白となっておりますね。それでは開けていきましょう。中はどんな感じとなっているのかなぁ。おー。では、まずこちらの袋を剥がして、中身はこんな感じとなっていて、白はもうとてもシンプルな色となっておりますね。で、もうシンプルでかっこいいデザインですし、もうシビックタイプは結構白も目立ちますね。それではフロントの方から見てみましょう。フロントはこんな感じとなっていて、先ほどのこちらの初回的ショーだ、こちらのところは黒かったんですけれども、で、このクッと入れ口次のところかな、こちらのノーマルの方は普通に周りと同じ黒となってますね。で、それでやはりこちらに先ほどと同じ赤いホンダのマークがありますし、で、ここのライトのレンズの方も透明なやつとなっておりますね。で、こちらワントーンとなっておりますね。で、最後の方見るとこんな感じで、やはり右左に対した違いはない感じです。で、やはりこちらのラインもかっこよく再現されております。で、あと、ここの赤いところは同じですね。それでは次は後ろの方を見ましょう。後ろの方を見ていくとこんな感じで、やはり白ってすごい。それでは昨日の方を見ましょう。昨日はサスペンションのみとなっております。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお待ちしております。Twitter、Instagram の方のフォローも概要欄からお待ちしております。それではまた次の時間に会いましょう。